皆さんこんにちは。100万石運動オーケストラです。今年も、参加させていただきありがとうございます。短い間ですけどもよろしくお願いいたします。ただいまお送りしました曲は、モーツァルトポップスシンフォニーということで、モーツァルトの、数ある交響曲の中から25番、40番、41番、この3曲を、ミックスしたような形で、ポップス調で、お送りいたしました。なかなか吹奏楽でモーツァルトをやるっていうのは難しいですけども、モーツァルト自体もそのセレナーデ、管楽のためのセレナーデとか、吹奏楽に近い形の曲を書いてるんですけど、結構難しいですよね。今回はちょっとポップス調ということでお送りいたしました。続いての曲は、ラデツキ行進曲をお送りいたします。普通のラデツキ行進曲かなと思ったら途中からちょっと様変わりしていきますので、その辺をちょっとお楽しみいただければなと思います。ではお願いします。この曲はですね、ラデツキ・ゴーズ・トゥ・クックということで、最後はカッコの鳴き声の方に変わっていくという、ちょっと変わった曲でした。でもあまりカッコ聞こえませんでしたね。
ちょっと残念でした。続いての曲ですが、森の熊さん、スーザに出会ったということで、今回のテーマで、マーチを、1曲取り入れようということなんですけども、森の熊さん、皆さん知ってますよね。あの童謡のある日っていうやつですけども、森の中をこう歩いていたらスーザに出会って、スーザのさまざまな、マーチが、取り入れられて、森の熊さんとミックスして、どんちゃん騒ぎで終わるという曲です。ではお楽しみください。森の熊さん、スーザに出会ったでした。続いての曲は
ピクサーの映画で、3月に公開されました Remember Me、これのテーマを演奏したいと思います。最後の曲なんですけども、その前に、100万石ウインドオーケストラというのは、一般の社会人あるいは大学生、を中心としてカナダ市で活動しております。毎週土曜日か日曜日に、金沢市民芸術村というところで、中心に、練習をしております。年間としましては年1回の定期演奏会、これを開催しております。5月の20日金沢歌劇座にて、第30回の、定期演奏会開催いたします。今回はですね、30回記念ということもありまして、島根県の、出雲吹奏楽団、あと午後からこちらで演奏されます小松市立高等学校、この2つの団体をゲストに、お招きいたしまして、盛大に開催いたしますので、皆さん、よければ、足を運んでいただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。チケットは、各プレイガイドあるいはホームページ、100万石ウインドオーケストラホームページ100万石都市家.comです。
まあ、これ偶然撮れたんですけども非常にそれもっともらしいホームページの、ドメインだと思いますのでよろしくお願いいたします。チケットは団員も持っていると思いますので、まあ、この演奏終わった後でももしよければお声をかけてください。では最後に、マーチ、コンサートマーチ虹色の未来へで、終わりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。100万石運動ゲストの皆さんでした。盛大な拍手をお願いいたします。